あったりするところがね、はい、良くてですね、そこがね特徴的でね、覚えやすいのかなっていうところもありますね。なんで、特に今日みたいにね、皆さんとこう、コールアンドレスポンスしたり、そうそうそう、それが一番ね、これを盛り上がると思っておりますので、ね、早速じゃあね、宮瀬から北の方で踊りたいと思いますのでね、皆さんね、途中参加でも構いませんので、よろしくお願いします。はい、入ってきてください。じゃあ行きますよ、宮坂北かまえ。
き合っていただいて、まあ、一応午前の部はね終了というふうにしようかなと思っておりました。なんか雨降る前にねちょっと撤収だとまずい気がするんでね、はい、申し訳ないんですけども、はい、なので最後の曲はね、愛日本かよっちょれかって思ってたんですよね。あえての特に反応はなしそうですね、よっちょれの方がなんかお子さん踊れるかなみたいなところがあったんですよね、うん、よっちょれにしますなんでせっかくなんでね簡単な踊りなのでお子さんとかにぜひどんどん混ざっていただきたいなと思っておりますので、ちょっと締めをねすみませんよっちょれにして、みんなで楽しく踊って午前を終わりたいなと思っておりますのでよろしくお願いいたします。座りながらとかでもね手とかでも動かすだけで全然違うと思いますね。あ、マジで降ってきた感じ、降ってきましたね。あ、じゃあもう始めちゃいます、じゃあいきますよ。